これも、私の仕事を支えていただいたこれまでの私の深な職場がございますが、とりわけ20日の東京研究所と、それから名古屋大学というぐらい今お世話になっているこの名城大学での皆さんの大きなサポートも取れたこの場を借りて、お礼申し上げます。その仕事をつけたら、それが評価、本当の評価というのは20年、30年ってもうザラですから、まあ、皆さんが候補だと言ってあげてくださったかもしれない、その数年前とかですね、それぐらいでは そういうものでもないだろうと、それは思ってます。まだその石川物半導体といってもですね、なんていうのかな、ファミリーがたくさんありましてね、それは素晴らしい性質が持ってるんですけど、要するにポテンシャルがあるんですけど、それを十分に生かしきれてないんです。だからやることいっぱいあるんです。で、後ろに私と一緒にやってる仲間が来てますけど、彼らと一緒にそれをやってるんです。あ、もしもし。はい、高杉でございます。安倍晋三でございます。ありがとうございます。どうも先生、ノーベル物理学賞受賞誠におめでとうございます。ありがとうございます。もう先生の受賞で、日本人みんなが誇りの思い喜んでいると思います。はい、特に先生の開発された青色発光ダイオードはですね、照明とかイルミネーションで、まさに省エネにもつながりますし、世界にライトを届けるという意味でも、この先生の開発について、みんながその本件に協力していることもありますから、本当に嬉しく思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。